はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、サガ3ですね、続きをやっていきたいと思います。水門を閉じて魔物のムクロを手に入れて、まあ、届けに行くんですけれども、とりあえずステスーロスに乗っていいのかな。で発進、なんかこっち、あれなんだ、え、いけねえんだけど、おーおーおお吸い込まれた、砂嵐に吸い込まれるぞ。爆破した。みんな大丈夫か。うむ、それより砂嵐の主ヨルムンガンドがおるぞ。何だけ奇襲のしかかる。390体がめっちゃ強い。ほんと強いよな。でヘイストはまあかけておこう。でヒールはじゃあちょっと保険として全体に。でヘイストのヘイストっていうかさ、これ普通の戦闘能楽じゃん、ボスじゃなくて。あー早かったな、まあ、とりあえず全開にはなってる。敵の攻撃が遅ければ今のところは対処できそうだけど、ちょっともう一回ヒールかけとこう。で、まあ、あとは攻撃でいいか。あぶねえダメージに強いとか。ソロモンソードは普通にやっぱ強いな。聖剣はね、こういうボス戦でマジで威力発揮するんで。いや、あと普通にもうやっていくしかないね。マサカリがダメージに強いっていうのめちゃくちゃ、やべえ、シル死ぬ。攻撃が分散してくんないとマジでやばい。343はだって耐えきれないでしょう。でこの後死ぬ。マジこの2人何の恨みがあるんだ、女性2人に。でケアルカヒール、これはおなじみのパターンでやっていこう。よし、これ入ればまあ耐えられるよね、食らっても。お、倒した。そんなに強くなかった。攻撃を連発されるとまずいっていうのはあったけど、ステスロスが壊れるなんて、よく無事だったな。仕方がない、無事なユニットを持ってステスロスの町へ行きなさい。わしはシャルルのところで待っておる。え、どういうことよ。とりあえず進んでいこう。なんだかよくわかんねえけど、先制攻撃。まあ雑魚敵は例のごとくクエイクで。てかさ、ステスロス本体が爆発したのにさ、パーツが無事ってどういう構造してんだよ。ロボットがいる。私たち先発隊はここまで来るのがやっとでした。ボラージュさんは一人でゴートへ向かったようですが心配です。一人で行ったって、ボラージュ相当強いな。お待ちしておりました。奥でクエサ博士がお待ちです。ボラージュ様は結界内にあるゴート地方へ行かれました。ステスロスは人間の知能を持った戦闘機です。空中戦を援護してくれます。ジュピター、いやデューン君だね。どうして僕の名前を。いや、それより歩いてきたようじゃが、ステスロスはどうした。それがスラーナシで、なんとヨルムンガンドに破壊されたのか。あ、結局ヨルムンガンドに破壊されたの。ユニットはどうした、いつでも持ってきておるか。はい、集めたものは拾ってきましたとかさ、なんか物乞いみてえだな。そうか、それならしばらく待っていなさい。残りのユニットを2号に取り付けよう。2号機か。ステスロスって 何個もあんの。倉庫にもワシとボラージュとで集めたユニットがある、持っていきなさい。ありがとうございます。すげえあっさりしてんな。コバエンジン、ステルスバリア、あ、ステルスバリアはつけるとね、敵が出なくなるんだよね、乗ってる間。それはまあ便利だからつけておこう。でホバーエンジンとステルスバリアってことは、ホバーエンジンがあるんで、これもう海行けんじゃん。おお、どこでも行ける、洞窟がある。とりあえず
あの賢者さんのところへ戻ろう。どこだっけ、ここか。取ってきたよ、確かに。では早速調べよう。ヨルムンガンドの砂漠の北にステスロスの町がある。砂漠はステスロスに乗っていないと通れぬが、調べてる間に行ってみてはどうだ。え、先にさ、こいつに話しかけるのがさ、あれだったんじゃん。約束です、行きましょう。何かもう意味不明すぎんだけど。シャルルの研究で人々が神々に逆らえる理由は彼らの屍であるウイルスだと分かった。あとはシャルルの弟子たちに任せて先を急ごう。ステスロスに乗り込んだ。一気に二人乗り込んだな。でね、こいつは確か魔法があって、そうだよね、レイズってバイオがあってヒーラーかっけえマジか。ちょっと二つ買っとこう。一か二つでちょっとレイズも欲しいからな。で、レイズは4人分買っておこう。誰か死んでも大丈夫なの。で、バイオ二つで、一応装備はもうすぐさせよう。ヒーラーはもう本当にオルナレフとミルフィ。金に余裕が出たらまた買おう、全員分で。レイズは全員で、あとバイオが2人で、あと、あ、これだ、作る。で、石を使って魔法が作れるんだけど、ちょっとこれは確認しよう。でね、強そうなのはっていうか、強いのはなんか炎でアシュラが作れて、これが強いみたいなんだけど、炎の石1個しかないんだよね。で、そうすると水と水、これで弥勒ができて、これボスの名前じゃなくて普通に魔法ね。これがアレイズっぽいんだよね。で、あと強そうなのが、ちょっと待ってよ、強そうなのが、ちょ、今のところ作れるのが炎と水でメザ、これをやろう。これ全体魔法だよね。よし。で、基本的にやっぱね、炎の石使うんだよね。なのでとりあえずこんなものでいきましょう。じゃあ弥勒はとりあえずミルフィーに装備させて、で、メザーもミルフィーでいいか。で、弥勒はレベル8で、メザーがレベル7だから、これでいこう。一応なんか安っちいやつでなんか作れるものあるかな。大地、水、ダメ、風、ドグラ、強いの。これはあれだ、ダンジョンかテレポと一緒じゃねえかよ。いらないな。あとメテオが炎と大地でしょ。いやー、特にやっぱ炎を使わないと基本弱いな。攻撃魔法を作ろうとすると炎の石がどうしても必要になる。風と大地でタキオンっていうのが作れるんだ。ちょっとそれ作ってみるか。風と大地、まあそれなりに石はあるからね。で、こっちをポルナレフに装備させるんだけど、タキオン、あ、そう、レベル4の魔法なんだよね。クリックと変わんねえじゃん。え、どうなの、属性が違うだけか。ブリザが外そうじゃん。ヒーラーはさすがに外せないでしょ。で、タキオン、よし、ちょっとこれでいこう。え、で、どこへ行けって言ってたっけ。てか、もうどこにでも行けんのか。これ何これめっちゃ怪しいんだけど、めっちゃ怪しいけど行けない。とりあえずステスロスの街をこう先へ進んで行けない。あ、なんだ、結界かこれは。変な街があるね。これはなんだ、ゴート地方を覆う結界の発生装置は結界の内部にある。誰もいない。地底は危険だけど宝物がゴロゴロある。メタモルの魔法さえあれば地底でモズマと戦わなくて済む。クレネス王の通行手形のないものは通せません。まあ、まずはじゃあそこへ行けと。七、なんだ七ってゴートやはヨルムンガンドの住む谷を抜けるのよ、危険だわ。え、何マジで普通ただの道具屋さんなんだけど
船が出てる。どこ行くのこれ。機内屋行き定期船。いや行かないよ。定期船とか乗る必要なくね。あともう一個家があるんで情報聞いておこう。とりあえずゴートにはステスロスのユニット飛行エンジンがある。え、飛行エンジンってない？あ、そっか、今あれか、多分山越えらんないのか。海は越えられるようになったけど、発進。あ、そうだよねそうだよね、越えられない。でここはあれで、これで、この洞窟なんだ。なんか一個ずつポツンポツンって洞窟があるけど、行くだけ行ってみる。全然わかんない、敵の強さもわからん。オウム貝ズーム名人、せっかくだ、タキを使おう。でメズを使う。早いな、ダメージに強い。稲妻、これ稲妻なの？めちゃくちゃさ、炎じゃなかった。竜巻に強い。100の経験値か。ちょっと用途が分かんないから、分からないところはあんまり行きたくない。あ、でここが山でしょ。あ、雲の町がある。うお、結界。ちょっと雲の町に降りよう。ちょい、ここは雲の上の町、クラウド。そのまんまだな。正宗はおそらくザカリオンで政権を抜く選ばれし女性を待っているに違いない。あ、正宗って剣の名前じゃなくて普通に人の名前か。あんたもクレネス王の政権探しを手伝ってんのかい。この町に防具作りの名人ズカウバも来ているらしい。正宗は未だ政権探しの旅から戻っていない。お邪魔するよ。結界に守られたゴート地方へは地底を抜けないといけない、まあ、結界の内部から侵入するっていう。これ雲とか行けねえんだけど。質屋さん、なんで突然こういう表記になってんだ。ビームライフル、チェーンソー、グングニル。え、何が強いんだか分かんねえ。道具屋はいいや。防具、源氏シリーズがある。どうしよう。魔法、レイズ、ヒーラー、バイオ、ドレイン。ドレインはいいや。寝とこ。防具どうすっかな。鎧、もう金がね、高すぎる。で、バトルスーツか。そういえばバトルスーツ装備してたな。え、ちょっと待って、攻撃どうなった。サイバースーツだっけ。素早さ、ちげ。もういいや、現地で練習しよう。もうよくわかんねえから。賢者の服も、防御は97、魔力94。え、なんだ、わかんねえ。賢者の服99の96、やっぱ下がるわ。魔力は下がる。あれ、これで防御99以上ならない？もしかして。もうすでにカンスト、てか、この状態でカンストっておかしくないか、でも。当たりによって、売ろう。サングラスってなんだっけ？いらない。銀の針も何だかよくわかんない。魔力の目も結局使い道がよくわかんないからな。ブリザーが、いや外そう。コブラツイスト高い。賢者の服9000円とかめちゃくちゃ高い。サブマシンガン1700円。ブラッドソードってどうなの？いらない。バトルスーツもろう。まあとりあえずいいや。でちょっと城に行きますか。クレネス王はこの世界でただ一人人間の王。クレネス王は優れた武器防具を集めている。神に対抗するため。あれ、タキオン砲。すまん、勝手にパクってしまった。トンカチ、トンカチって混乱直すとかそういうのじゃなかったっけ。ズカウバ、そなたも聖剣探しか。いえ、クレネス王にゴートへの道を尋ねに来ました。何、それはちょうどいい。わしも防具作りの功績がゴートにあることを。功績か、功績が認められたとか、そういう感じかと思った。一緒に行かせてもらうぞ。なんだお前。なんか俺の手柄を横取りしようとしてるか。一緒に行って。あ、なんだ、使
テスロスに乗り込んだ、そういうこと。ゴートへの道を知りたい。ゴートへは地底を抜けていく。神の国へ行って何をする。侵略をやめさせます。そなた向こうの世界のものか。実はわしもイレムの町のものなのじゃ。いや実に懐かしいって。なおさら侵略を阻止するため力を貸してください。そなたらエクスカリバーを持っておるか。いいえ。神々と戦うには聖剣が必要。エクスカリバーを手に入れることができたら通行手形を渡そう。わかりました。エクスカリバーね。なんだっけ、ザカリオンの町に行けとかなんかそんな感じだったよね。じゃあ町探ししよう。お、タキオン砲にしとこう。メーザー砲とは、あ、違う、メーザー砲にしちゃダメだよ。ステルスバリアに戻さないと。で、発進。で、洞窟。で、戻ってきた。そう、世界はそんなに広くないよね。世界はそんなに広くないから、あっちを探すのもあんまり苦労しなさそうなんだけど、ここはもうゴートだから、ここはもう全部結界だ。ここは、あ、いける。目の前に聖剣が刺さってるのに誰も抜けない。お、ここだな。特にまあ道具屋さんはもう品ぞろえ一緒だからね、基本的に。鏡、曲がたま、剣の3つを集めると聖剣ができる。君たち本当は悪者退治をしてるんだろう。わかるよ、僕も昔やってたんだ。我ら親子は三種の神器を探している。お互い頑張ろう。あれ、これってサガ2の親子だっけ。子供すぎだろあいつ。あ、正宗、聖剣を抜くのはやめておけ。あれを抜けるのは額に真紅のあざを持つ娘だけだ。それならこの子に試させます。なんとその子はフェンリルに監禁されたと聞いていたが、そなたらの知り合いか。もし本当に抜けたならまたここに来なさい。宝箱、パクテコ、エリクサ、光の石。光の石とか闇の石は多分武器防具を作る素材になると思うんで。聖剣にはエクスカリバーのか、ソロモンソード、草薙の剣、政宗の3本がある。まあ、全部で4本だね。だいぶ大層なところに刺さってんな。あんた、デューンさんか。ディオールって人がクレネス王の通行手形を手に入れたらポートルの町へ来いって言ってたぜ。なんだい、偉そうにあいつ。何なんだよ。ネメシス頼むよ。はい、エクスカリバーを手に入れた。やった。ネメシスがさらわれたのはこれを抜く力があったからだ。じゃあ早速装備しよう。エクスカリバーで、まあ、ドラゴンソードはもうソロモンソードに変えちゃっていいでしょう。で、あー、待って、政宗のところ行かないと。どこにいたっけ。ここか。そなた、エクスカリバーを抜けたのか。聖剣を手に入れて何をする気だ。なんで疑われてんだよ。どうじゃ、わしも連れてけ。聖剣は全部で4本ある。物によってはわしの腕が必要になるはず。それじゃああんたもステスロスの乗り組み。どうやら決まりのようじゃな。ではわしは町の外で待ってろと。こいつ何、もうじいさんなの。ここでもう4人揃った。なんか結構トントン拍子だな。で、乗り込んでちょっと見てみよう。まさむね。光の石と闇の石は武器防具を作る材料になる。見つけたら何か作ってやろう。マサカリ、メビウスの杖、レーザー砲。なんだ、もうどれが強いのか分かんないし、そもそも聖剣あればいらないよね。聖なるオイルと超合金を持ってきたら、あ、見つけたら持ってきなさい。伝説の防具を作ってやろう。ミラーアーマー、メビウスの盾、源氏の盾、オニキスリング。こいつらみんな商売のやつらだな。で、ポートルの街ってどこだっけ。その前に通行手形を手に入れなきゃいけないから、ここは何だったっけ。え、ちょっと待って、ここ何だっけ、本当に忘れた。あ、こっから地底に行けるよって街だ。あれ、ここがポートル、もしかして。で、雲の街、あった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 。これ何、
で王様のところへ行きの、そのたらエクスカリバーを持っておるか。はい、これです。おお、それはまさしく聖剣エクスカリバー。これを持ってポートへ行きなさい。通行手形。じゃあ行こう。町の名前がさ、ここはなんとかの町よみたいなさ、結構言ってくんないとわかんねえんだけど。で、ポートはどこだ。すぐ結界に引っかかんな。あったあったあった、ここここ。で、こっから行ける。お前物好きだな。地底は人間の生きていける世界じゃないんだぞ。通行手形を見せてもらおう。よし、取っていいぞ。こいつどっから来たの。ネメシス、お兄ちゃんたちが助けてくれたの。よかった。ディオール、すまない。あれから船が出なくてずっとボートや聖剣について調べてたんです。ありがとう、ネメシスまで助けてもらって。これからどうする。ネメシスはクエーサー博士を迎えに行ってステスロス内でそのまま待機させます。ボートへのソウル神救出には僕が行きます。ボートへは結界が邪魔で、この町の渦から地底世界を抜けるしか行けないんです。分かった、それで行こう。だろ、強えディオール30レベル目までレベルが上がってる。いつの間にそんなに強くなったんだ。まあ一人で戦ってたからね。マサカリになってんだけど、お前もマサカリ族か。そうだね、地底世界へはじゃあ次回行きますか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。